ノビチョクトはソビエト連邦とロシア連邦が1971年から1993年に開発した新経済の一種である。この新経済を開発したロシアの科学者は VX ガスと比べて5倍から8倍、ソマンの10倍以上の致死性があると主張している。これらはソビエト社会主義共和国連邦のコードネームホリアント計画の一部である。5種類の異なる。 ノビチョクは軍事用に兵器化されているとされている。最も用途が広いものは A-232 である。ノビチョクが戦場で用いられたことはない。イギリスの首相テリーザ・メイは2018年3月、イングランドにおけるロシアの元スパイ毒殺事件に使用されたと発表した。ロシア連邦当局はノビチョクの生産や研究を否定している。2013年に 科学兵器禁止機関の科学諮問委員会は、ノビチョクの存在、または特性に関する情報が不十分であると報告し、2011年には、ノビチョクに関する学術論文に査読論文が存在しないと指摘している。これら製材は、以下の4つの目標を達成するために設計された。これら目標はすべて達成されたとされる。これら製材のいくつかは、バイナリー兵器であり、 使用直前に神経剤の潜伏物質を特殊な器具で混ぜることにより生成する。潜伏物質は一般的に生成後の薬剤より危険性がかなり低いため持ち運びや取り扱いを容易にする。さらに薬剤の潜具体は通常薬剤自体よりも安定性が高いため使用期限を伸ばすことが可能となった。一方、誤った調合により適切でない薬剤を 生成しうる欠点もある。1980年代から1990年代には、ソ連はいくつかのバイナリー兵器を開発し、伸び直剤として指定されている。1992年、週刊モスコフスキーノーボスチにおいて、二人の科学者、レブ・フェドロフとビルミル・ザヤノフが明かしたことによると、1970年代から1990年代初頭に、かけて、 ソ連とロシア連邦が極めて強力な第四世代化学兵器を開発したという。週刊誌への掲載はロシアが化学兵器禁止条約に批准する直前に行われた。ミルザヤノフによるとロシアの軍事化学コンビナートは西側から受け取った防衛転換資金を流用して化学兵器開発を行っていた。ミルザヤノフは環境問題から情報を暴露した。 彼は防御用の責任者であり、外国のスパイが生産の痕跡を検出できないことを確認するため、化学兵器施設の外から測定を行っていた。地質性物質が安全基準の80倍の量検出されたことで彼は恐れた。ロシアの軍事産業団体当局は、ミルザヤノフの反逆行為に対する訴訟の際、伸び直の存在を認めた。 専門家の証言によると、3人の科学者が、ソ連国家保安委員会のために準備し、伸び直及び関連する、化学物質が実際に生産されていたため、ミルザヤノフの暴露は重大な反逆行為を、表している。ミルザヤノフは、国家機密を漏洩した罪により、1992年10月22日に、逮捕され、デフォルトボ刑務所に収監された。 しかし彼は後に釈放された。モスクワのニュース記事によれば、理由は有毒物質の名称や製法が一つも、明かされず、実験が行われた場所も明らかにされていなかったためである。アルチョーム・ボロビクによると、フェドルフとミルザヤノフによって明らかにされた真の国家機密は、召喚らが国際社会と市民の両方にいまだに嘘をついていたということだった。ミルザヤノフは、 現在アメリカ合衆国に居住している。また、ロシアの有力なバイナリー兵器科学者の一人である、ウラジーミル・ウングレフが、1994年初頭に、ノボイエブ・レーミアのインタビューで、A-232、ノビ直後の存在を明かした。アメリカの地政学顧問であるステファニー・フィッツ・パトリックは、ノビ直は、ソ連のウズベキスタン、ヌクスにある科学研究所で生産されていると、 主張しており、ニューヨークタイムズは、米国当局者の話として、この施設は、伸び直の主要な研究と実験場であると報じた。小型の試作品は、ウスチュルト第一の近隣で実験が行われているかも、しれない。フィッツパトリックはまた、薬剤が、モスクワ近郊のクラスのアルメスク研究センターで、実験が行われているかもしれないと書いている。戦後物質は、 ソ連のカザフスタンのパブロダルの化学工場、伸び直兵器の生産拠点を目指したものとも考えられていた、で、科学兵器禁止条約署名に向けて1987年に生産工場が解体されるまで生産されていた。ウズベキスタンは1991年の独立以来、アメリカ合衆国連邦政府と協力して、伸び直やその他の化学兵器が実験、開発された場所を解体し、 除染した。1999年から2002年にかけて、アメリカ合衆国国防総省は抜く、都の科学研究機関でのび局の使用研究、試験現場を600万ドルの脅威、削減協力プログラムの下で解体した。英国の科学兵器専門家であり、英国の科学、生物、放射性物質、各統合連帯元司令官で NATO でも、同等の立場にあった。 ハミッシュでブレットン・ゴードンは、ノビチョクが、ウズベキスタンのような旧ソ連の他の場所でも、見つかったという見解を否定し、ノビチョクは、ロシアのサラトフ州シハヌイでのみ製造されたと、主張している。ミルザヤノフはまた、ノビチョクは、シハヌイで、科学者、ピョートル・ペトロビチ・キルピチェフによって、初めて製造されたと述べている。キルピチェフは1975年、 ウラジーミル・ウグレフによって計画に加わった。ミルザヤノフによると生産はシハヌイで行われていたが、1986年から1989年の間に抜く巣で実験された。伸び直剤とされる構造の例これら薬剤の最初の記述はミルザヤノフによってもたらされた。ガスや蒸気の代わりに超微細粒子として拡散する独特な性質を持つ。 その時、化学兵器禁止条約の下で規制されていない物質の性質を模倣した物質、あるいは条約制度の検査では検出できない物質を用いて製造されるバイナリー兵器が生み出された。このファミリーの最も強力な化合物でもある、ノビ直後5とノビ直7は、おそらく VX ガスと比べておよそ5倍から8倍強力である。ノビ直は、 二つの薬剤に分かれている形態を指し、それら薬剤を混ぜた生成物はそのコード番号によって表される。最初の伸び直シリーズは、基地の V シリーズ神経剤 VR の2種類の線具物質であったが、後の伸び直は A-232 の化合物の2種類の線具体である。ミルザヤノフが彼の自助伝で示した構造は、西側の専門家が特定した構造と、 幾分異なっている。彼は多数の化合物が製造されたことを明らかにしており、効果が弱い多くの誘導体は新しい有機輪系殺虫剤として公開されているので、秘密の化学兵器計画は正当な農薬研究に偽装された可能性がある。A-234 剤は VX より約5倍から8倍強力であると推定される。これらの薬剤は砲弾、 爆弾、ミサイル、噴霧装置を含む様々な装置を開始、液体、エアロゾル、またはガスとして散布することができるとされる。科学的には幅広い可能性のある構造が報告されている。これらはすべて古典的な有機リモトを特徴とし、通常フッ素化されたホスホロアミド酸、またはホスホン酸が最も一般的である。有機トはより多様である。 しかし、一般的な痴漢器は発現を起きしむ、または、その類自体である。これは強力な化学兵器であり、具体的には、創用剤であり、伸び直剤による被害を増やすことが予想されている。これらグループと主張される多くの構造は、伸び直剤の特徴であるとされている酵素の急速な変性を、おそらく説明する、酵素アセチルコリンエステラーゼの活性部位に、 共有結合しウルカ教材モチーフをいくつか持っている。神経剤として伸び曲は有機リン酸アセチルコリンエステラーゼ阻害剤のクラスに属する。これら化合物は酵素アセチルコリンエステラーゼを阻害し、神経伝達物質アセチルコリンの正常な分解を妨げる。アセチルコリン濃度は神経筋接合部で増加し、すべての筋肉の不随意収縮を引き起こす。 これは呼吸と心拍停止につながり、最終的には心不全、または排水腫による窒息により死亡する。アトロピンなどの速攻型マッ性抗コリン作用薬の使用は、他のアセチルコリンエステラーゼ阻害剤による中毒治療のようにアセチルコリンによる中毒を阻害するために働く需要体をブロックする可能性がある。しかし、 神経剤中毒の有効投与量は患者の心拍数変化と気管支分泌物の飛行など重篤な副作用が起きる容量に近いためアトロピンを安全に投与することが困難である。これら分泌物の吸入及び高度な生命維持技術が神経作用物質中毒を治療するためのアトロピン投与とともに必要である。神経剤中毒の治療においてアトロピンは 有機リン系神経剤のリン酸化によって不活性化されたアセチルコリンエステラーゼを再活性化させるプラリドキシム、オビドキシム、トリメドキシム、エンカアソキシムのようなハゲドオンオキシムとともに投与される。パムはソマンのような古い神経剤や VX の8倍の毒性があると文献にある伸び直神経剤によって阻害されたアセチルコリンエステラーゼの再活性化には 効果的ではない。ロシアの科学者によると、この薬剤は、不可逆な神経損傷を引き起こし、犠牲者に永久的な障害をもたらす、可能性がある。これら人間に対する効果は、1987年5月、モスクワの研究所で開発に携わっていた科学者の一人で、あるアンドレイ・ジェレジニャコフが残留していた伸び直に、偶然暴露したことで証明された。ジェレジニャコフは、 意識回復まで10日かかって歩行能力を失い、3ヶ月後レニングラードの秘密の診療所で治療を受けた。腕に慢性的な衰弱、肝硬変を引き起こす、毒性肝炎、転換、重度のうつ症状、または読書や集中力の欠如が起きて、重度の身体障害により働くことができなくなった。ジェレジニャコフは回復することなく、 5年後の1992年7月に死亡した。ノビチョクは、ロシアのビジネスラウンドテーブルの責任者、イヴァン・キベリリディと彼の秘書、ザラ・イスマコバを毒殺するため1995年に使われたと伝えられる。その後、銀行家の元ビジネスパートナーであったウラジミール、クシシビリは殺人罪で有罪判決を受けた。ユリフェルシチンスキーとウラジミール・プリブロフスキーによると、 この殺人事件は、ロシアの治安機関によって行われた組織的な中毒事件の一つとなった。ロシア内務省は、その物質を分析し、それが、厳重な機密である、有機ン系の神経剤であると発表した。シハヌイの行政当局責任者であるネステロフは、今回の一件のような毒物が違法に販売されているということは承知しておらず、その毒は、 プロのスパイによって使用されていると指摘した。また、2018年3月12日、英国政府は3月4日、イギリスの都市ソールズベリーにおいて、ロシア連邦軍参謀本部情報総局幹部だったセルゲイ・スクリパリと娘のユリアの暗殺を狙って、ノビチョクを使って攻撃されたと発表した。イギリスのテリーザ・メイ首相はイギリス議会で、 ロシア国家による我が国に対する直接的行動か、あるいはロシア政府が潜在的に破局的な損害を与えるウルシン経済の管理を喪失し、第三者が入手することを許したと話した。2018年3月14日、イギリスがロシアに対して3月13日0時までに釈明を求めたことをロシア側が拒否したため、イギリスは ロシアの外交官23人を追放した。攻撃後、救急隊員と一般人21人がバク露ウムを検査され、3人が入院した。3月12日現在1名の警察官が病院に入院している。ソールズベリーの一帯の除染を支援するため、500人の一般人が長期的な暴露を防ぐために所有物の洗浄をするよう勧告され、 180人の軍隊と18台の車両が配備された。攻撃の正確な場所は特定されていない。国際連合安全保障理事会に対して、ロシアの国連大使であるバシリーネ・ネベンジャは、ロシアは、伸び直という名目での科学的な研究や開発は行われていないと述べ、ロシアが製剤の製造、または研究を行っているというイギリスの主張を否定した。 アメリカ合衆国国土安全保障省の元交換であるダニエル・ガーシュタインは英国での伸び直剤の使用は以前にもクレム人の標的に対する暗殺に使用されていたが発覚していなかった可能性があり我々は誰かがそれによって死ぬのを見てそれに気づかなかったというのは全くもっともらしい今回のケースでは公園で意識不明になったために気づいた より高濃度の暴露であれば、おそらく彼らは死んでしまい、我々は自然死だと思っただろうと述べた。2020年8月20日、ロシア反体制派の政治活動家であるアレクセイ、ナワリヌイがトムスクからモスクワ向かう機内にて意識不明の重体となり、オムスク病院へ搬送された。事件当初、原因は、 トムスクで毒物が混入した紅茶を摂取したためとされていたが、事件後にナワリヌイの滞在していたトムスクのホテル部屋でナワリヌイの関係者が回収していたペットボトルから伸び直が検出されている。22日朝当初より、夫人の強い希望がかないドイツのシネマフォーピース財団が手配した特別機でドイツの首都ベルリンのシャリテイ病院に移送された事件において、 ドイツ政府は血液サンプルの検査から伸び直系の毒物の使用を断定できる証拠が得られたと発表した。これを受け同年9月2日にはナワリヌイが伸び直を摂取したことをドイツ政府が認定。アンゲラ・メルケル首相はロシア政府に説明を要求するに至った。同年9月7日、ベルリンのシャリテイは彼の意識が回復したことを発表した。発表は他にも 人工呼吸器が徐々に外せる状態であることや問いかけにも反応していることが挙げられた。ただし、中毒による長期的な影響を見極めるのはまだ時期が早いとしている。ナワリヌイ自身による SNS の投稿によると、9月15日には自力で呼吸できるまで症状が回復している。ありがとうございます。